こんにちは、エヴァとタケシです。今回は、意志が弱い自分、行動力がない自分を動かすためには、というテーマでお話ししていきたいと思います。生物としての人間の最優先事項は、生き延びることです。最も信頼できる、生き延びるための方法は、現状を維持することです。 昨日までこのやり方で生き延びることができたのだから今日も昨日と同じやり方をすれば生き延びることができるだろうと考えますそして昨日までのやり方で今日を生き延びることができると明日も今日と同じやり方をすれば生き延びることができるだろうと考えるようになります私たちは日々同じことをすることでこのやり方で生き延びることができるんだ と確信するようになってきます。私たちは現状維持をしたがるので、新しいことを始めようとすると嫌な気持ちになるようにできています。これをやってみたいと思うと、もう一人の自分が出てきて、いや、そんなことをしたら大変なことになるよ。だからやめた方がいいよ。と反対してきます。もう一人の自分は、それをやったら失敗するよ。 それをしたら損をするよ。それをしたら嫌われるよ。とネガティブな幻想を見せることであなたをビビらせます。心は幻想と現実の区別がつきません。なので嫌なことを想像しただけで怖くなります。ネガティブな未来をイメージすると実際にそれを経験したかのように苦しくなります。失敗した自分を想像して辛い気持ちになることで そんなことになるぐらいなら、やっぱりやめておこうとなります。一人の自分がこれをやってみたいと思ったら、必ず、いや、やめた方がいいよと止めてくるもう一人の自分が現れます。やってみたいというワクワクが、それをしたらひどい目に遭うかもしれないという恐怖で相殺されることで、新しいことを始めることができなくなります。 何かをやってみたいと思ったら必ずやめた方がいいよとワクワクを抑え込む力が生まれます。私たちは基本的に意志が弱いということです。私たちは現状維持を好むので基本的に行動力がないのが当たり前です。しかし自分を楽しませたい、自分を成長させたい、自分を幸せにしたいと思ったら新しいことに挑戦していく必要があります。 新しいことを始めるためには、やめた方がいいよ、と主張してくる、もう一人の自分を、なんとかしなくてはいけません。もう一人の自分は、変化を感じると、元に戻そうとしてきます。仕事を変えようとしているな、お金を稼ごうとしているな、恋人を作ろうとしているな、と気づくと、はい、そんなことをしたら大変なことになりますよ、やめた方がいいですよ、と止めに入ります。なので、 もうう人の自自分分にに、気づかれないいように少しずつ自分を変えていく必要があります。例えばそれまで本を読む習慣がなかったのによしこれからは一日一冊本を読むぜと決めるともう一人の自分に気づかれてしまいます本を読んで何も身につかなかったらお金を損しますよつまらない本を買ったらものすごく後悔しますよ だから今まで通りテレビでも見ていましょうよと邪魔をしてきます。なのでもう一人の自分に気づかれないように一日一ページ読むことから始めようと決めることができます。一日一ページから始めればなんか昨日と違うことが起きているような気がするけどこれぐらいの変化なら大丈夫かともう一人の自分がスルーしてくれます。一日一ページを繰り返していけば 一日一ページ読むことが昨日までと同じやり方になります。もう一人の自分が一日一ページ読むことが生き延びるための最適な方法として認識するようになります。そうしたら次は一日二ページに増やすことができます。一日二ページを読むようにしても前日との変化はたった一ページなのでもう一人の自分はそれぐらいならいいかと見逃してくれます。 このようにコツコツと小さな変化を加えていくことで自分を大きく変えることができます。ということで、いきなり自分を大きく変えようとすると、もう一人の自分に猛反発されてしまい行動を起こすことができなくなります。バリバリ働かなくちゃいけないんだ。運動しなければいけないんだ。痩せなくちゃいけないんだ。強くならなくちゃいけないんだ。 と自分に強制するほど、いや、絶対に無理ですから、絶対にやりたくありませんから、と抵抗する力も強くなります。なので、これぐらいなら見逃してもらえるだろう、という小さな変化をコツコツと積み重ねていくことをお勧めします。いきなり正社員は怖いけど、短時間のアルバイトならできそうだ。いきなりランニングはきついから、ウォーキングから始めよう。 外に出ることから始めてみよう。いきなり食事制限をしたらすぐに諦めてしまいそうだから、たまに野菜を食べることから始めてみよう。弱い自分を受け入れる練習をしていこう。弱い自分を許すことができる強さを身につけていこう。などと、もう一人の自分がスルーしてくれるぐらい小さなステップに分解していきましょう。小さな一歩を積み重ねていけば、 必ず山の山頂にたどり着くことができます。あなたは小さな一歩を積み重ねていくことで必ずなりたい自分になることができます。なので焦らずにゆっくりと景色を楽しみながら山頂を目指していきましょう。私は小さな変化を積み重ねていくことで自分を大きく変えます。 私は小さな変化を積み重ねていけば必ずなりたい自分になることができるということを知っています私は小さな一歩を積み重ねることで必ず目標を達成できるということを知っています私は焦らずにゆっくりと前に進むことができます私は 毎日確実に前進することができます。私は毎日楽しみながら前に進むことができます。私は日々少しずつ成長している自分を感じています。私は日々成長している自分が大好きです。私はコツコツと 小さな一歩を積み重ねることができる自分が大好きです。私はこれからも小さな一歩を積み重ねることで自分を大きく変えていきます。